エマ、ノーマン、レイに加えてドンとギルダ、5人も農園の秘密に気づいていたなんて。イザベラったら優秀とか言われてるけど大したことないんじゃない？あいつを引きずり下ろして私がママになるためにあの子たちに協力してもらいましょう。さ、何でも聞いてちょうだい。趣味でも得意料理でも好みの男性のタイプでもって思ったけど、あの子たちったら発信機の場所も壊し方も知ってたのね。まあ優秀。どんな道具を使って壊す気なのか探しちゃおう。あら、このメモはこれがあればイザベラからママの座を奪えるわ。クローネママの時代が来た。え、ちょっとさよならって、ちょっと待って、まだまだ喋り